とう、ありがとうございますって。あさあお前の笑顔で湧いてるから今、ちょっとあのカメラに向かって、お疲れ様です。そうですね、どうやっていいんかな、やっぱ3回、これで3回目の出場で、1回目と2回目はもうそのこの舞台にも上がれなくてずっと1回戦で敗退してたんですけど、まあ3度目の正直となんか字のごとくこの舞台に上がれて、しかも優勝できたのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ぜひその初めてになる可能性がありますから、来年もまた出てくれます、挑戦したいと思います。はい、それではマイナビダンスターライブヒーローズ2019ファイナルキッズ頂点に立ったのは JJ、 おめでとう。さあどうだ、さあ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 、3、2、1、ジャッジ、赤6本青1本チャンピオンは JJ。 なあすごかったよ、ありがとう。ドゥ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 、はい、こちらアライブオリジナル金の杯が授与されます。おめでとう、おめでとうございます。さあ続いて、続きまして優勝賞金10万円ボード、モンスターエナジーをワンケースプレゼントさせていただきます。エナジー溢れちゃってちょうだい。そしてそして、さらに協賛のヴィラ様よ、おめでとう、いただきたいんですが、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあなんとですね、まあ、昨年開催されなかった分の開催ということなんですけど、2019年に JJ は優勝してるんです。で、キッズは中学3年生までのカテゴリーなんで優勝するっていうのが難しいんですね。で入れ替わりが激しいんですけれども、過去2度優勝したのはゆめきとゆうや2人いるんですが、ただ連覇を達成したのは歴史上初めてのことになります。これまでゆめきもゆうやもいぶきもしげキックスも達成できなかった連覇を達成した今のお気持ち聞かせてください。いかがですか。はい、そうですね、なんか1回目2019優勝させてもらった時に絶対に連覇したいっていう気持ちがあって、それで2020がちょっとコロナ禍でなくなってしまったんですけど、やっぱりどうしても勝ちたい、2連覇したいっていう気持ちがあって、でやっぱりなんやろ、受験とかも重なってあんまり踊れてなかったけど、こうやってやっぱり勝ちたいっていう気持ちでここに挑戦できて、2連覇できることができて嬉しいです。はい、ありがとうございます。今はいくつになったのかな。15です。15、ラストです。ラストだったんだ、はい、ラストで優勝できたということで、次はもう大人のカテゴリーに挑戦ってことになるかもしれませんが、これからもダンサーライブ出てくれますか。はい、頑張ります。はい、ということでもう一度、もうちょっと前来ようか、改めてマイナビダンサーライブ2010の2021、ファイナル2020のキッズのチャンピオンに輝いたのは見事連覇達成 JJ、 おめでとう。杯とか持ってる写真は撮れました？オフィシャルのやつ。もう一回撮ります？行きますか？杯もらえますか？杯もらえますか？キッズのね、キッズのやつ、キッズのやつ。どこだ？あれじゃない？左のやつ。もっと左のやつ。わた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 。そうそう、それだけでもこれでちょっとね。はいはい JJ。はいはい JJ。マイク渡しまして。
はいはいはい、これでも他にも持ちますか、とりあえずいいかな、全部持ちますかね、バタバタしててすいませんね、ね、大変なんですよこれ、はいはい、いや連覇ですからね、すごいことですよ本当に。改めまして全員に大きな拍手、おめでとうございます。史上初の快挙、あ、それも持たなきゃいけないじゃん、あ、じゃあこれはまたやっぱ預かろう、大変だよね、杯は持っていける？JJ 大丈夫？